はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。ということで、今日もやっていきましょう。初めてのモンスターハンタークロス実況プレイということで、今日はですね、ちょっとコメントで結構多かったんで、まず装備をちょっと最近装備どうなってるのか見せてほしいっていうコメントがあったんで、まずちょっとそこから紹介させていただこうかなというふうに思ってます。ですね、とりあえずスキルがなんか結構最近チグハグだよねっていうコメントも多いので、ちょっと皆さんによかったら確認していただきたいなというふうに思ってるんですけど、こんな感じになってますね、スキル詳細。出てますかね。なんか、とりあえずね、何つけたらいいか全然わかんないんで、今のところ。ちょっとこう、クリアしてからしっかりその辺調べようかなと思ってるんですけど、とりあえず、なんか、パッと見て、あ、なんかこれ使えそうだなって思った体力と研ぎ。この二つをちょっと印でガンガン埋めてみました。はい。ガード性能とかガード強化とかはもともとなんか装備でついてるやつですね。はい。で、まぁ、こんな感じになってます。体術だけマイナス7なんですね。はい。で、装備は、これですね。頭が、ムーファーヘッド。で、残りの、すべてがザザミアーム。これね、ついこの間までクックアームだったんですけど、ザザムアームに、ザザム系に全部変えました。はい。で、ゴイシもまだ全然よくわかんないんですけど、とりあえず一番レアなやつつけました。とりあえず。一番なんかレアだから一番強いんだろうな、みたいな感じですね。はい。で、まあ、体力のゴイシつけてね、っていう感じでした。まあ何がいいのかちょっとよくわかってないし、自分も何が合ってるかわかってないんですけど、まあこの辺って多分スプラトゥーンで言うとこのギアがどれがいいかみたいな話だと思うんで、ちょっとこの辺は自分がね、これからこうやっていく中で、あ、これ使いたいなっていうのがあったらちょっとつけていきたいかなというふうに思ってます。はい。ということでじゃあ今日もね、早速やっていきたいと思いますが、どれいきますかね。もう大体ね、星5クエストは自分が戦ったことない敵以外は全部一通り倒しちゃったんで、あとはもう、四天王ですか。やっていく感じになりそうですね。したらじゃあ、行きますか？この辺から。ライゼックスから行きますか？森岡ですね、ライゼックス。はい。やられたやつですよね。誰こいつ？わーっつってやられたやつですよね。覚えてます。ぜひともね、コテンパンに、やっつけてしまおうじゃないかと、思ってるわけなんですけど、竜属性の耐性かなんかつけた方がいいんですかね。この辺もね、まだなんか、微妙にふわっとしか分かってないんですけど。まあ、竜属性の耐性つけと、あ、雷属性か、雷属性か、つけとけば、なんか、いい気はするんだけど、ただあんまりなんかあれだな、あんまりいいのがないんで、力尽きても、そうだね、力尽きても関係が多分一番いいでしょう、おそらく。力尽きても関係がいいと思うので、ちょっとそこら辺を探したいかなというふうには思っておりますが、特になんもないですね。この辺かな、じゃあ。クエストメンバー誰か一人尽きても最初の一回のみカウントされない。ってことは、もう一回、力尽きても大丈夫。多分。そういうことだと思う。よし、じゃあ行きますか。道具はもうすでに準備されております。さあ、行きましょうか。水玉の宣伝。全然読めない。あー、いきなり来たー。あ、ちょ、お前ランポスだ。おう、虫が落ちてきた。おう、虫だ、美味しそうだおー。いただきまーす、むしゃ。わー、虫が大量に落ちてくるおー。なんだこれは、パーティーだパ。気づかないの、それ。ん？なんだあれ？わーどうすらんぽすー強い強い確信マジで強すぎでしょう。どうすんのこれ。とりあえず、全然体力あれですね。そんなに栄養剤、普通の栄養剤ぐらいで良かったかもしれないですね。よし。ま、行くか。かなり不安しか感じないんですけど。ま、とりあえず5番でしょ。ま、ちょっと一応ちゃんとあれですね。おじさんにもしっかり会って、ちょっともう完全に体勢整えてから行きたいと思います。さあ、お出ましか。今度こそ、倒しますよ。ライゼックス行きましょう。
でですね、僕一つ言い忘れたことがあるんですよ。新しい仲間つけました。アーサーっていう。すごい強そうでしょ。なんか、魔界倒しそうでしょ。ま、魔界じゃなくて、魔物倒しそうでしょ。さあ、とりあえず行くか。とりあえずね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 。動き見ながら。この辺の攻撃をしっかり見ていく。しっかり見ていく。そう。とりあえずね、先々、ニャンタークエストを多分やることになると思うんで、ニャンタークエストのために、ちょっと、ニャンタ1個育てようと思って、ちょっと一回弾丸は、お家にお留守番役をしております。はい。よいしょ。ちょ、待って、届かない？届かない？やばい！ちょっとインファイトすぎる！それはインファイトすぎる！はぁー！とりあえずね、とりあえずね、とりあえずね、じわじわでいい、じわじわでいい。50分かけるぐらいの勢いでいいと思います。うぅー！うめぇ！今の！すっ！いいよ。はい、一回ここはして。そして、とりあえず溜める。とりあえず溜めるとこまで行くよ。とりあえず溜めるとこまで行って、見えないよ。見えないよ。いやー、これ行ってよかったかもな。あ、ちょ。ここ。はい。もう一丁。ぐるっと回って、ここやー。あ、やばい？大丈夫？入る？後ろに入っていく。よし。あれ？ちょっと待って、仮技ついてないじゃん。あれ？なんで？え？なんで？え、なんで？え、なんで？え、おかしくない？え、なんで？え、なんで仮技ついてないの？嘘。は？え、意味がわかんないんですけど。え、ちょ、待って、なんで俺、初めてなんだけど、ちょ、待って。なんで仮技ついてないの今日？ちょ、待って、嘘でしょ。なんでやちょ、待ってや。なんでや俺、装備変えた、いや、違う、そんなんじゃないよね。え、装備変えたら外れるとかそんなんないよね。俺、今までそんなことなかったですよ。え、ちょ、待って、なんでライゼクスだから。ライゼクスだから、ちょ、待って、なんで いや、当たったのか、今当たったのか。え、なんでちょ、待って。1、2、3、4、5、打ち消せない。打ち消せない。電気は打ち消せなかった。一回ちょっと様子見ながらね。はい。おー、よく当たらなかったね、今の。いいよ、マシンに入って。ここ。仮技ないのやばいんじゃないですか、これ。仮技、さすがにさ、仮技ないのはやばいんじゃないですか。ちょ、やばい。いやー、ちょ、当たんの、それ。ちょ、当たんの、マジで。ちょ、しまえない。しまえないし、飲めないし、やばいしか言えないし、早いし、飲めないし、どうしようもないし、ピー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 、ありがとう、ピー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 、直してもらって。お、いい、お、え、すげえ、なんか、いいダメージ入ったよ。はいよ。いやー、ちょ、避けきれないなー。そこまでくるくる回れない。ちょ、マジか。はっ。ちょっと遅い。ちょっと無理がある。赤まで持っていく。ちょっと待って、後で仮技絶対確認しよう、マジで。仮技ないのさすがに辛すぎる。あ？逃げたっぽい。さあ、どっちだ？向こうか。影が見えない。こっち。洞窟。なんでやねん。なんでやねん。で、ちょっと研ぎますよ。あ、で、お肉も食べますよ。あー、まだ8じゃ足りてないんだな、研ぎ性能。マジか、まだ足りてねえのか。あれなんですよね。研ぎ性能の碁石、もう一個作りたかったんですけど、頑張るよ、ありがとう。なんか背中押された気がする。あのね、ドスマッカーの鱗かなんかが必要で、それがね、今1個足りてないんですよね。だからね、作れなかったんですよ、あと1個。作りたかったんだけど。入ってるこれ。入ってる。よし。マジか、怖えな。一回これで様子見て、この辺かわして、ここ。あ、やばい！インファ真ん中入れ！よーしゃー、ギリギリ危ない。
うん、いいよ。なんか勝手にスタン取ってるよ。勝手に取ってくれてるよ。よくわかんないけど、一気に、猛攻を仕掛けていく。おっと、やったー、何サブ、あれ頭ぶっ壊した、頭ぶっ壊した。マジでマジで、え、あれちょ、本当にそんなに強くなくなってるの。ちょっと危ねちょ、すいません。ちょっと微妙にカットになってるかもしれないですけど、ちょっと、読み込み不良です。ちょっと、失礼しました。ちょっとね、若干、読み込み不良が。さ、ニンテンドー、頼むからニトロキャプチャー売ってくれ。3万円ぐらいまで出すから、マジで。頼む、マジで。いい加減出してくれ。はっ！ちょっと、来年はそこを、よろしく、お願い、しまーす！お、ナイスー！よく、痛い。当たんなかったですね、今ね。いやー、そこか。尻尾攻撃。これ大丈夫。はっ、乗ります。乗れない。あ、ちょ、え、攻撃食らったの今の。ちょ、無理、今のは無理。今のは攻撃受けられないやつですね。一回回復しようか。なんか猛攻来そうな気がしないでもないんで。よし。いや、大丈夫かな。ちょ、すいません。ちょっと読み込みが、ちょ、3DS の読み込みが、かなり、今日は、安定しないというか、正直、こんなに読み込み安定しないの初めてなんで、ちょっと正直ビビりながら今日ちょっと実況してます。ちょっとまずいです。いろんな意味でまずい。いろんな意味でまずい。普通の戦闘とかだったらまだしもさ、四天王戦です。やめてよー！やめて！一回引きたいけど全然引く要素がない、引ける要素がない。ちょ、マジで怖い、本当に怖い。カッカー、あ、乗ったー。よしよしよし、げちょ、焦りすぎよ。よしよし、とりあえず溜まったからいいやってことにしとく。しとく。いや、いいよ。なんか、急に攻撃の手が緩まり始めたよ。大丈夫かこれ。いけるんじゃないか。よし、赤になっていく。慎重に 3DS をあまり言わさ、あ、え、マジで、え、マジで、え、そんななのマジで。ふん、そこだな、いい。しゃあ、一回回復しましょう。さあ、飛んで、もうあそこまでもフラフラだったらもうこれ全然いけると思うんで、吹いちゃって、もう次行きましょうか。2ね。はい。2なんでこっちから行きまーす。方言い過ぎ。よし。ちょっとこっちに来るの待つ。来すぎ、それ。ちょ、それ来すぎなんだな。よし、行こう。おっと？そこ降りちゃっていいんですか？ふっ。あ、ちょ、尻尾だった。ふいー、あー、やべ、自分から当たりに行くプリン。すごい暴れてる、すごい暴れてる。ちょ、でも歯入ってる。いやーん、あ、いいよ。ダメージも結構入ってますからね。やばい、その角度まずい。つー。逆にただ、こっち向くでしょ。いや、逃げる？いや、ナイスやっぱあれだろうな、ランポスとしてもちょっと地元荒らされたくないんだろうな。完全にこいつ一人だもんな、相手な。はいはい、当たんない。ちょ、逃げるなよ。ふっ、あー、まあ、でももうこれはかなり大ダメージなんじゃないですか。これどっち行くかな。3行くかな。あーと、そっち行く。めんどくさい。そうね、5。こっちから行くか。結構、登っていくのここめんどくさいんですよね。よいしょ。よし、行きましょうか。もうかなりもうヘッドヘッドですよね。てか、もうあれなんじゃないの？逃げるんじゃない？そんなことない。行った。はいよ。ふっ。届く？やったぜ！マジかよ！
ごめんなさい。また止まりました。すいません。ちょっとこれマジか。これ、急に出始めたな。いよいよガタ出始めたか。3DS の読み込み。うわー、マジ一番いいとこで消えたね。残念ね。でもこれしゃあないからな。俺がどうのこうのしよう問題じゃねえからな。ちょっと一回ちょっと検査するわ。一回。何が原因なんだろうな。読み込み部分だろうかなって思うんですけどね。ちょっと全然、昨日まで全くこういった現象起こんなかったんで。一旦とりあえずちょっとこのパート短くなっちゃうと思うんですけど、ちょっとごめん。ちょっとこれは一回、技術的な問題なんで、ちょっと一回今日はこの辺で終わりにしたいと思います。まあでもとりあえずね、四天王ライゼクス、圧勝しましたから、まあ結果的には良かったんじゃないかなってことで、とどめておいておいていただきたいかなというふうに思いまーす。ちょっと報酬どれぐらいもらえるのかもちょっと気になるんですけど、よいしょ。ライデンの鱗。オッケー。昔ね、あれですよね。初代横綱はなんちゃらライデンって言うんですよ。ドヤ顔で言ったけど。あ、なんかめっちゃもらった。めっちゃもらった。やった。よし。じゃあということで、じゃあちょっと次のパートでいきたいと思います。お疲れ様でした。モッティでした。バイバーイ。